この動画は、ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。シャーロック・ホームズがテーマの島に集められた4人の逃走者たち。はじめに1分間、島の散策タイムが与えられる。よし、全然この島の地形を把握していないぞ。どこに行けばいいんだろう。どこ行こうかな。全くどこに行けばいいか分かってないんだけど、どこ行けばいいのかな、俺は。ということで皆さん、こんにちは。ハローエブリワン、赤坂の箱です。見切ります。よろしくお願いします。適当だな、俺の自己紹介。探偵、そう、謎解き、未知なる冒険が俺たちを待っている。ということで、皆さんどうも、こんにちは。ダイダロです。熱盛逃走中。ね、ちょ、間が空いたからさ。なんか逃げ切ってる気しないんだよね。なので俺は今回ガチ逃げしたいと思います。頑張ります。今回ね、ちゃんと怪盗の格好で来ました。逃げます。どうもポンスケです。今回は熱盛逃走中竹さんのとこにお邪魔させていただいております。画面に映っているのは多物のドレスとうずめの T シャツ。もうここからセンスを感じざるを得ないんですが、今回はシャーロックホームズ編というところで、見てください、私の格好もちょっと探偵っぽい感じで、今回お邪魔させていただいております。まあ、前回逃げ切ったので、今回はなんか面白い見どころいっぱい作っていけたらなというふうに思っておりますので、皆さん最後まで楽しんでいってください。おはようございます、ジムです。逃走中参加4回目、シャーロック・ホームズ編ということで、名探偵ジムが謎をバシバシ解決して逃走成功を目指したいと思います。ちなみに手に持っているのは虫眼鏡に見せかけたシャボン玉でーす。なんか後ろにいるな。ダイダラさんがいる。よろしくお願いします。ハンターはエリアに一体、まもなくゲームが始まる。あ、いいですね。シャーロック・ホームズといえば、まあ、イギリスなんていう話をしていたら始まりました。さあ15分間逃げ切ったら勝ち。ハンターに確保されれば即失格。一度でも捕まると牢獄行きとなる。それが今回の舞台はチェス島。とある事件の起こったイギリスの島だ。逃走者は道具を使いつつ、ハンターに捕まらないよう逃げたり隠れたりすることができる。ただし禁止事項として、住民の家や施設といった建物内に入ってはならない。ハンター視点で網が当たれば確保と伝えられ、即失格、牢獄で待機となる。また逃走時間の15分間逃げ切ることができれば、最後にチャンネル等の告知枠が与えられる。第32回森逃走中シャーロックホームズ編、果たして逃げ切る者は現れるのか。始まった。結構シャーロックホームズ編ということで、事件が起こる予感がするんですけど、果たしてどんな事件が起こるのか。あ、ポンスケ氏がアフロじゃなくなる事件とか起こるかもしれませんね。まあ最近僕はですね、幽谷のモリアーティをね、アニメで一気見してですね、本当にシャーロックホームズ的なネタには敏感になっているところもありますんでね。探偵って言えばミッション何？犯人を捕まえろ。俺捕まるかな。うわ、懐かしい。これはなんだっけ、名前忘れた。この郵便局の人たちの名前なんだっけ。あれ、待って、めっちゃ忘れた。どっかにワトソンくんいたりするのかな。シャーロックがいるなら、ホームズがいるなら絶対ワトソンもいるっしょ。なんか足しんかった今、寄せか。わー、多分ポンスケさんは俺のことに気づいてなかっただろうな今。ミッションが来るまでここでちょっと隠れときましょうかね。今ここをはしご使って降りれるやんみたいなことずっと思ってたんだけど、なるほどね、こっちへは行き止まりと。こういうなんか広場でも何か事件起こりそうな予感がプンプンとしますね。何でもすぐ事件に紐付けようとする。まあ、探偵が行った先に基本的にはね、事件って起こると思うので。やべ、道ないよここ。うわー、びっくりした。ジムさんだ、元気してた？また会ったね。あ、ミッション来た。
を調査せよ殺人。残り時間7分になると牢獄右隣のスラム街からハンターが新たに1体放出される。これを阻止するにはハンターボックス横の展示台に3つの手がかりを集めなければならない。エリア内数箇所の連続殺人が行われた現場に手がかりは存在する。でこれハンター1人増えるはめっちゃヤバくない？殺人現場を調査せよ。殺人現場付近に事件の手がかりとなる落とし穴の種がある。ハンターボックス横の展示台へ残り時間7分までに3つの手がかりを集めなければハンターが新たに1体放出される。これ手がかりってこれじゃない、なんだっけじゃない手がかりを探せ。殺人現場、いや今んとこ見てないんだけどな、ちょっと探しましょうか。殺人現場ってどこだろう。ここって殺人現場じゃないよな。ねえ、ここではないよな。殺人現場、死んでるけど人、あ、これだ。手がかり入手。手がかりは落とし穴の種らしいです。なので入手したので今から進めましょう。手がかりである落とし穴の種はハンターボックス左横の展示台に3つ置かなければならない。ん、ここどうなってるなんかいるんだけどちょっとこうバラしておこう。ここいます。落とし穴の種を見つ、待って、めっちゃクラッカーパンパン鳴らして、めっちゃクラッカー鳴らすじゃん君。ここいますいやミッションミッション、でも全然目星つかないな。うわーうわー、ダイダラさんか、びっくりした。おお、そう、ダイダラさんか、びっくりした。ダイダラさんね。じゃあ牢獄どこだったっけっていう、ちょっと今俺苦しんでるんですけど、とりあえず俺ゲットしたんで手がかり。あ、待って、これ誰か死んでない？よく見たら、ほらカメラ起動したらさ、人が死んでるんだけど、落とし穴の種ある？これ絶対殺人現場やんね。あれ？もう誰かが撮った？ってことはレスキューマネキンがある場所、フリルごめん、フリルごめん、ありがとう。レスキューマネキンある場所を探しまくった方がいいのか。やばい、もう、あやばいやばいやばい、こっち知らない、こっち知らない俺。ポンスケ氏がハンターに襲われているところを見てしまったので、ジンマは逃げようと思います。初見です。ジャスミンちゃん、バンタム、おお、やばい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 、取れるか、取れた、よし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 、あ、ごめん、ちょっと青原さんごめんなさい、青原さんごめんなさい、アムバラさんごめんなさい、許してください。え、嘘、捕まってた？嘘だー、いや、歌手って言ってたって。今チラッと見えたんだけど、あー、ポンスケジハンターボックス、これだ、これか、展示台って。よし、オッケー、一個置いた、みんな頼むよ。どこにあるのか手がかりというものは。手がかりどこにあるんでちゅか。え、あ、いけ、あ、ここいけ、あ、ここいけないの、ここ、あ、ここいけないのね、なるほどね。あ、なんかダイダラさんの髪の毛みたいなの落ちてるんだけど、これダイダラさんの殺人現場、大丈夫かな、心配です。え、落とし穴、手がかりがないぞ。お、待て待て、手がかりが全くない、手がかりなし。墓もある、こういったところに謎解きの要素があると思うんだよね。残り時間7分で出てくるからまだ大丈夫、まだ大丈夫。ここ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 だよ。ある、ある、ない、持ってない、持ってる、持ってなさそういる、ハンターいる。おい、待て、違う、今のミス、今のミス、今の、今の違う、今のはミス、ごめんなさい、間違えました。
間違えてハンターボックスに入るバカおる。マジで。やばいやばいやばい、これ何何、怖い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 、警察が来るよ。鳴らしとこ、ちょっと恐ろしい。みんな見つけてくれてるかな、一個ぐらいは。この周りはハンターが放出されてしまう。全然殺人現場が見つかりません。このなんか罪を犯した人に対してあのカツ丼とか出す感じのやつね。てか懐かしいなおまわりさん、 AB、ま、門番でもあるし、これ辺にあるんじゃないの。うおーっと、びっくりしました。神武さん、メンターテ神武さんにすごい僕はびっくりしてしまいました。今こんにちは、あ、行き止まりでした、さようならさようなら。ここ何もないね、赤坂さんみんな達成できたんかな。いやこれもうハンター放出される読みで逃げるわ俺。ハンター出る読み行かせていただきます。3つの手がかり集めれてる3つの手がかりこれ集めれてる、大丈夫これ、ハンター放出じゃねえワンちゃん。どうしよう、あ待って、あ終わった、あーやーやばい、あーミッション失敗してしまった。殺人現場っぽいのはあったんだけどな、手がかりが見つけられませんでした。悲しい。これでハンターが二人になってしまいました。いや逃げるの二人だとめっちゃ難しくない？もうメンタエンテ失格かもしれへんなハンターはエリアに2体となった。やべ、ハンター2体になっちゃったの。さっきの場所にもう一回隠れちゃう。こういうとこに隠れとく。いや隠れられない、隠れれない、家の裏にいる。いや隠れる、か潰されてる、潰されてる地味に。でここでしゃがむ。はいはい、もう何も見えなくなりました。あーここにもね人死んでるんだけどな、手がかりが落ちてない。ということで2つ目のミッション来た。ミッション2、犯人を当てろ。殺人事件の犯人はこの島の住民の中にいる。ゲーム終了時にチャットで犯人の名前を当てることができなければ逃走成功とならない。なおシャーロック・ホームズやジョン・ワトソンがヒントを示してくれる。わーやりたかったこれ。犯人を当てろ。殺人事件の犯人はこの島の住民の中にいる。ゲーム終了時にチャットで名前を当てなければ逃走成功とならない。シャーロック・ホームズやジョン・ワトソンが犯人のヒントを示してくれる。なるほど、それはまずい、住民さんに聞き込み調査しないと。ワトソン君、ホームズいた？すいません、犯人誰ですか？この島の住民で犯人、え、なんだ、お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 、なんだ、お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 、なら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 な、あ、犯人知らない？うん、ねえ、犯、なんか誰か知らない？なんかいるよ、なんかいるよ、こんにちは。あ、なんか耳を澄ましてる。何？何をしてるんだい？え、こちらですだって。え、こちらです。ついていこう。さっきもう一体いたんだよね。もう一人いたんだよな。ついていった方がいいの？なんかいたな、今左に。ハンターだー！ハンターだー！やべ、ハンターだー！ちょっと待って。どっち追いかけてる？あ、赤坂くん、ごめん、赤坂くん、頑張って。ついて。うわー、ちょっと待って、待って、ちょっと待って、ちょっと待ってください。ハンターさん、ハンターさん、ごめんなさい。こっちダメ、こっちダメ、こっちダメ、こっちダメですよ。こっちダメですよ。ダメですよ。ちょっと待ちましょう、待ちましょう。一回待ってください。待ってくれるはずない。ハンターが待ってくれるはずないのは知ってるんですけど、待ってくれないですか？あ、うまい。この立ち回りうまい。こいつ？犯人は？ここか。え、誰んち誰んち誰んち、ここ。あー待って、すごいついてくる。当たり前か、ハンターだからそりゃついてくるよね。そりゃついてくる、そりゃつい、あ、ちょっと待って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 、鼻散らさないように一回止まって、うん、鼻散らさないように頑張って、待ってくれよ、待って、そこダメじゃん、待って、ダメじゃねえこれ、うん、
話です。うわー、あー、赤坂くんが捕まってしまっている。赤坂確保なんてこった。やべえ、うらが待ってる待ってる待ってる、そこでやばい、俺が隠れてるのバレるって。これ一緒に逃げよう。やばいよ。赤坂さん確保されてるんだ。そういや、バイバイ、またね。あ、ポンス騎士捕まってる。なんならポンス騎士が犯人説。お前か、殺人事件を起こしたのは。お前そんなことしてないで早くヒントを探しなさい。早く探しなさい。あなた、お、めっちゃ写真撮るやん。お前、お、ファンサしてやろう。お、ファンサしよう。おまわりさんがとんかつ出してる。これ食わんかいってやってる。あそこにね、保つたちもいるんだよね。お、ジムさんもいる、ジムさんもいる、ジムさんもいる。花火楽しんでるんか。夏だ、夏もう終わったぞ。あ、ダイドロさん、犯人わかった？犯人が全然さ、見つからないんだけど。犯人はね、犯人はこいつやで。犯人はこいつ。わかったんかな、ジムさんの犯人。どこ犯人？教えてほしい。名探偵ジム、殺人事件の謎。あ、シャーロックホームズ、いたいた。犯人、犯人教えてください。犯人、犯人よ、犯人よ。黄色いウサ耳をつけていて、あれ、これはもしかして、あのさっきね、住民さんの写真が飾ってあったんだけど、あー、ここ、ここかな。モサキチ君が犯人なのでは。ポンセさん、うん、ロゴ君の聞き方わかんないです。左の浜辺ぐるーっと回って、あー、オッケーです、オッケーです、オッケーです。俺牢獄にたどり着く前にワンチャンゲーム終わるんじゃない。それだけはちょっと避けたいな。あ、オッケーオッケー、来た来た。なに、おーい、ハンターを欺くような巧みなステップ行きましょう。画面端を、画面端、どう考えても。ちょっと一応住民さん確認して、住民にもいるし、ここはモサキチハウスってことでしょ。いや、なんか怪しいもんね、明らかにドクロマークついてるし。事件を解決した後のね、黄昏れてます僕は。俺探偵っぽい見た目じゃねえけど、で、やっぱ心は正義の光で満ち溢れてんだぜってことよ、みんな。さあ、残り時間10秒。せーの、課題は解決できてるはず。さあ、どうだ、やったー。とりあえず逃げて、あとは合ってるかを答えるだけでございます。チャットで犯人の名前を当てることができれば逃走成功となる。さきち、さあ、ジムが特定した犯人はモサキチ君です。合ってるかな、ドキドキ。犯人はモサキチだ。お、え、お、お、モサ、モサキチ、モサキチ。いや、これは多分違いますよ。これ違うって、モサキチはコアモテだけど、人相だけで判断したよね、絶対。いや、この子ワトソンくんかな、もしかして。二人逃走成功、やった逃走成功することができました。ありがとう、助手くん。ありがとう、ホームズかワトソンくんかわからん、俺と同じ顔した人。俺と同じ顔した人、ありがとう。見事逃走成功したダイダラです。で、事件の真相はモサキチということになってますが、実は僕です。僕が全員やりました。嘘です。はい、ということで久しぶりにね、熱盛逃走中、いや、マジで逃げ切れて超嬉しいです。ジムさん、やったね。逃走成功できました。改めまして、おはようございます。ジムです。普段はゲームを楽しむ実況動画や配信を行っています。
集まれ動物の森やポケットモンスターなど任天堂スイッチのゲームを主にプレイしているので、よかったら遊びに来てください。今回は参加させていただき本当にありがとうございました。森逃走中、あと予定されている舞台は2つの島。多くの人が忘れた頃に更新予定。お楽しみに。